大見ゆりえは、三井不動産社員。元 NHK アナウンサー。両親の実家がある、高知県生まれの東京都育ち。昭和女子大学附属昭和小学校、昭和女子大学附属昭和中学校、高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。2012年、アナウンサーとして NHK に入局。研修後、 熊本放送局に配属された。2014年春の人事異動で、熊本放送局から福岡放送局へ移動。2016年春の人事異動で、福岡放送局から、東京アナウンス室へ移動。同年4月30日放送会より、桑子真マホの公認として、ブラタモリのアシスタントを務めた。2018年3月限りで、ブラタモリを交板。NHK を退職した。 武道由美子の公認として、朝一のメイン司会に就任。2021年2月10日、同年3月いっぱいをもって、同局を退職することと、それに伴い、朝一の司会を交番することが、同局から発表された。公認は、三級から2年ぶりの復帰となる、鈴木直子が務める。その後3月1日になり、朝一番組内で後任の鈴木を紹介した際、 有給休暇取得のため、自身の同番組出演最終日が3月5日となることを合わせて発表した。2021年3月5日、朝一最後の出演の際には、視聴者から大見に関するファックスが1000通以上、番組に届いた。番組最後に、4月以降は、フリーアナウンサーには転身せずに、マスコミ業界から完全に身を引き、 町づくりの仕事に関わることになったことを本人が発表。これまで元々建物を見るのも好きだったんですけど、ブラタモリで全国各地を歩かせていただいた経験や災害報道の現場で防災や減災とかを学ばせていただいたことを役立てられると思う。何より朝一でたくさんの生活の知恵を学ばせていただいた。そういうものを活かしていい町を作って、 皆さんに恩返ししたいと NHK での経験をフル活用することを約束した。2021年4月1日付で三井不動産に転職したことを毎日新聞のインタビューにて明らかにした。所属は開発企画部。入局から10年経たないうちに大海を含む5人の同期アナが退職する異例の事態になっている。ありがとうございます。